皆さん、こんにちは。エイコスヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、久々、工藤健太郎先生のね、ラウンジモアの方に寄せていただきたいと思いまして、今のここ京都駅なんです。で、まあラウンジモアの中でね、収録するにあたっては他のお客さんもいらっしゃいますんで、皆さんの挨拶をね、ちょっと連れながら、京都の方、駅のところ、近鉄の京都の駅です。特急止まってるでしょ。それで、ちょっとご案内させていただいてますので、よろしくお願いします。今日はですね、ミラーマンがですね、50周年記念で今年も入っておりますんで、この辺でね、ちょっとね、先生とご相談してですね、何か企画でお話しいただくことあったらということでね、収録させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。工藤健太郎先生の出演の映画紀州でナイトがいよいよ紀州和歌山文化祭2021年の一環でですね、10月30日から放映されます。で、そのことについてね、ちょっと先生からのコメントをいただいたりとかして、本当に盛り上がるようにね、一条になれば、微力ながら一条になればと思いまして、取材させていただいてます。はい、では次の場面ね、工藤健太郎先生のラウンジモアでお会いいたしましょう。こんにちは。いつもありがとうございます。またファンの皆さん、今日も見ておられますので、よろしくお願いします。でね、今日はね、つぶらやプロさんが、YouTube でね、このミラーマンの方の話をね、皆さんに配信してくださってるんですよ。だからこれね、ちょっと見てね、どうかな、ご存知ないですか？ちょっとご覧いただいて、はい。ガス灯の、灯のところでね、石田さんが、まあ、高いとこ怖いって。ああ、怖がりなんだ、彼は。本当に怖がりなんだ、何でも。で、下の方で先生がね、和崎さんと、インベーターな、それが。いや、覚えてないな。覚えてないな。でもなんか、このガス灯じゃなくて、なんだろう。ここなんか、こんなの、いくらかすかに覚えてるね。ああ、そうなんですよ。やってるね、やってるね。やってませんじゃん。これ、和崎さんで、ね、光線銃が並んでる。これで、ゴンゴンされちゃうんですよ。あ、いた！やれた。がっくり。うまいです。和崎さんもやられちゃうんでね。ほんで、石田さんから、こう、上の方に登っていくのが怖いかな。50年前だもんね。覚えてないよ。覚えちゃったないですか。まあ、いろいろな、シーンを撮りなんで、あとからもうその編集、こう組み合わせて編集ね、されるからね。だからそれがちょっと。まあこれ今、つぶらやプロが、そう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 。皆さんのまあ、50周年いうことで、これね、まあ、無料配信サービスにしてくださってるんですよ。彼ら覚えてるな、僕。覚えておられます。湯浅県友会なんだよ。湯浅県友会さん。はい。時代劇のね。はい。湯浅健太郎って言うんだけど。はい。三匹の侍のね。はい。メイン立て師でね、有名な立て師だった。吉田秀夫監督の。映画やね。はい。三匹の侍の、立てをずっとやってて。はい。どっちかっていうと、こういう現代劇のアクション物は、増えてるはずが、面白い立てつけてくれましたよ。湯浅健友。じゃあ、今、スタントマンの皆さんは、どっちかというと、時代劇の方。そうそうそう。だから、僕は散々彼らを切った。切った。これ、時代劇だね。倒れる方もうまく倒れない。そうそうそう。で、これは現代版のね、盾だからね。はい。メタライ博士が、怪獣にね、狙われてね。はぁ、博士が？そう。えぇって驚くよ。三上淳也さんが。はい。これ怪獣？そうそうそう。うわぁ、すごいな。あ、これ僕や。はい。あ、いいね。あ、すごいね。ようやってるね。自分で言うのもなんだけど。こんなに体が動いたんだよ。あ、すごい、柔道だ。攻めだけだ。おぉ、いいパンチ。うわぁ。いいや。アクションしながらセリフ喋ってるね。難しいんだ、こういうのは。ああ。やりながら、こう、セリフを、セリフね、喋りながらアクションするっていうのは。難しい。難しいんですよ。
まあ、困難でね、うん、終わりしましょうか。はい、ありがとうございました、ね。はい、こうやってね、はい。うん、あの、またね、あの、うん、聞かせてくださいね。時代劇のことって、おっしゃってますんで。あ、これほら、ウルトラ Q だ。ウルトラ Q 出てきた。うん。ね、ピエロになって。あの、コメントをいただいてるんですよ。うんうんうん、で、あの、やはり、まあ先生、僕が、こう、ありがとうというよりも、うん、先生の方でね、ちょっとね、サンクスメッセージ、あの、言ってくれはったら、すごくね、皆さん喜んで、ちょっと読み上げますんでね、うん、はいはい。まあ、ね、あの、サンキューとかね、言ってくれはったらね、ありがたいかなと思います。うんうん、まずね、あの、うん、ドカちゃんスパークさんですね、あの、こちらの方は、あの、ミラマのファンです。うん、で、まあ、こう、本当にこういう企画、これ、あの、朝子さんとね、1年ぶり再会した時ですね、待ち望んでました。沢井さんも相変わらずお綺麗ですね。うん、あの、最終回から半世紀出すのですね。うん、僕も、うん、ね。すぐ戻っちゃいますよ、やっぱり、沢井貴子なんかに会うと。あ、50年前のね。うん。あんなに戻っちゃった。ね、でね、ロカちゃんスパークさん、よくあの、コメントくださるので、うんうんうん、はい。また、あの、よろしく。富田さん、沢江さんは当時の若いので、ね、綺麗ですね。うん、感謝します。過去の頃さん、どんどんいきますね。工藤さんは50年経って渋い感じになって嬉しい。ああ、はい、嬉しいです。はい、嬉しいです。嬉しいですって。うん、嬉しいです。過去さんね。うん。だから、カミスさんね、工藤さん、沢井貴子さん、お二人の近況の動画見てよかったです。うん、そういうふうにおっしゃってます。なるほど。ミラーマンから50年すごいな。うん、うん。から、あの、走る男カラオケカンチャンネルさん、沢井さんは当時で、沢井さん結構やはりね、ゲストなんで、うん、うん。ね、あの、綺麗ですね、いうね、コメントも来て、ミラーマンを演じた石田さんは何万にも、何年前にも手に旅立たれました。ご冥福をお祈りします。うん。から、猫山田秀幸さん、工藤さんと沢井さんとの貴重な再会とお話ありがとうございます。これも宝動画です、ね。うん。お三方ともありがとうございます。先生に感謝しておられます。ああ、ありがとうございます。こちらもね。はい。富田さん、工藤健太さん、すっかり変わったねって。いい意味ですよ。いい意味でね、いい意味でね。いい意味でね、変わったねっておっしゃっておられます。それから、伊藤さん、工藤さん、沢井さん、とても元気のあるようですね。今、うん、もリアルタイムから仕事として、うん、とても、感激しながら体験させていただきました。うんうんうん、で、渡辺さんで、これで石田信さんがね、ご存命だったらなって。うん、なるほど。ねえ、うん、やったらねってって。で、これ、あの、杉さんの、うん、ひさん。工藤健太さん、ほかほかかでかっこいいよね、シミは。わって、沢井さんは生徒、上品さに、あの、おしとやかな人の、うん、女性の魅力力があって、本当に素敵ですね。うん、はい。ケイちゃん、これでもアップしたの。あ、そうなんですか。まさこさん、久しぶりに見ました。落ち着いた感じで、美しいですね。そう、綺麗としてて、ね、カメラが揺れてるので安定して、とよかったもん。ちょっと私もね、ああ、ね、なる申し訳ないね、って言ってたんです。田中さん、1963。楽しいけど、今、佐々木隆さんは、大根の花にも、工藤健太郎先生は、うん、小原志文次郎にも先生。出ましたね。出ておられる。うんそれからね、次の方はね、よくね、あれですよ。あさこさんは変わりありませんね。工藤さんは、藤本さん、やはり、見たらい、隠しに見えますって。今ならできるな、あの役。僕も、その映画と写真の先生こと、黒田義行監督に従えて、ミラーマンの撮影、見学をしていた頃という。キャリアを持ちなんで、小さなインベーダーのローケーションの本物の藤本。うん先生ね。で、あさこさんをカメラの前で見てました。うん、はいです、ね。で、石田さんと、田中さん、倉忠義さんが生きていたので、はいはいはい、田中さんちょっとお亡くなりだったみたいで。うん、そうそう。子役上がりの子で。はい。で、お二人のせっかくの内容が、ここはちょっと申し訳なかったので、ここは飛ばしますけどね、こうして、近年の先生の姿が見られることが非常に、嬉しく、ありがたいと思っています。なるほど。ありがとうございます。佐々木さんは本当にお若いイメージが変わる素晴らしい。工藤健太郎、これちょっと間違ってるね。ちょうど、ザ・ガードマンの8話の第9のレースを狙いの DV 見たばかりです。ああ、本当に。ああ。この間ザ・ガードマンやってましたよ。やってました。僕日本に出たんだけどね。僕もそれ、誰かがアップしてくれてね。あそう。それ見ました、僕も。ね、それこそ個人的に。やっぱり見てはるんですね、うん、僕ね、うんはい。スティーさん、こんにちは。いやー、佐々木拓子さん全然お金ないですよ。まあ、佐々木さんのゲストなんでね。うん、本当こういう企画は嬉しいです。うん、ホルモン先生と佐々木さんとの
うん、そのうち何も出てきましたが、石井陽子さんや杉山はじめさんをお目にかかりたいです、ね。そう、会いたい。僕も会いたいもの。ねえ、うん、っておっしゃってますね。はい。それをね、石井陽子と東映の映画で一緒になったことあるの。三匹のメスバチってタイトルのね、映画で。はい。で、三匹のメスバチが、あの、大原玲子と、那須純子と市地陽子。これが三匹のメスバチなのよ。で、男は、渡瀬恒彦と僕と、あと金子の坊さんとか。はい。うん。次行きましょうか。うん。まさか言ったら、はいはい、子供の頃、工藤さんが出演されたドラマを拝見したんですが、うんうんうん、見かけるときに僕のセリフは、あ、ミラーマン出てきた人だ。ああ、そう。なるほど。でも好きだった。どちらやつにも出てられた工藤さんが、うん、声優でありながら、うん、西郷さんに扮する、モーヤンを騙そうとしてて、やっぱり。そうそうそう。終戦後ね。うん、闇市のボスになっちゃって、僕が。終戦悪役だったのはショックでしたね。あ、やっぱり人間って変わるんですよ、はい、戦争みたいなのがあると、はい。次はね、バイクでよくコメントいただけるんですが、うん、山田所長さんというね、熱心なバイカーさんなんですよ、うんうん。おはようございます。毎朝、富士山を撮影して、ツイッターにアップしてますが、最近のミラーマンの歌が、うん、頭に浮かぶようになってくる。なるほど、うん。いつもね、いつも綺麗な、あの、富士山をね、うん、バックでね、うん、撮ってる、あの、YouTuber さんですよ。朝焼けの座ね、光の中に住んでる。次ね、井上ドネアさん、石井陽子さん元気かな、野村由紀と三沢雅子は、うん、昭和40年屈指の美人、うん、なるほど。ヒロイン。うん。この中でよく会いましたね、とかね。うんうん、最後ですけど、朝霞はじめさんね。はじめ、あーちゃんで、こんばんは、工藤さんと、たこさん、はじめまして。私は、子供の頃、ミラーマンを見ていました。うん、あと、ミラーマンの役の石田洋次さんが、なんで戦わされてしまいましたね。工、う、藤、んうん、さんといえば、こちらが、ロボット110番。あ、はいはいはい。パパ役で。パパ役でずっと、やってましたよ。はい、1年間。うん。まあ、こんな風でね、かなりあの、コメント寄せられて、うん、なるほど。また、あの、まあ今、うん、先生見ていただいてね、うん、皆さんに、あの、サンキューって言っておっしゃって。なるほど、うん、嬉しいね。うん、嬉しいってね、おっしゃってますんで、うん、まあ、あの、たまにね、うん、ということで、はい、はい。ありがとうございました。いいえ、どうも、よかった。一から始まるんだけども、うん、あ、僕、いい役なんですよ。はい。この主役のこの女の子。なんだっけ、ナナ。ナナミカオル子さん。うん、はい。で原田龍二さんですね。うん、でみんなあくにあくにさん、うんはい、あの名古屋和歌山出身の今ね、はあ、和歌山の観光大使やってるんだって。観光大使。うん、へえ。撮影にもずっと付き合ってさ、うん、僕のことも一生懸命面倒見てくれた。ああそうなの。ずっとほら後輩だからさ、先生先生っつってさ、これじゃいいよっていうのにさ、うん。まあ先生これたくさんあのお写真もねビジュアル載ってて、うんうん、でかなりあの。これもいい写真だ。はい。うん、そうそう。夕暮れでね。はい。もう、夜になっちゃうから、早くワンカットワンカット、すごい急いで撮ってね。いいんですよ、そのバッグがね。うん。そう。アクションの方もあったっていうの？やりましたよ。なかったんですか？うん、3人相手にね。はい。それは、こんなミラーマンみたいな、すごくはできなかったけど、ワンカットは、うん。撮っちゃったね。うん。アクションやったよ。いやだからもうそれがいよいよ10月30日からね公開されましてね で、まあ、私も見に行きますんで、うん、和歌山はねちょっとバイク飛ばしていこうんですよ、うんうんうん、はい、うん、11月18日までだってはい、うん、まあ各所あの時間帯はちょっとバラバラでねあと、うん、あの和歌山市内とか、うんうん最初の方はちょっと串本のちょっと遠方地からこう公開されるような感じなんですねなるほどはいで、11月6、7は海南です。ノビノスというね、うん、大きな、会場あるんですよ。はい。200人ぐらい入るんで、うん、そこのところで、電話したら何人ぐらい入りますかって、200人ぐらいかなよ、うん。撮影やっぱり夏で大変だったんですよ、ね。夏、うん。暑かった。暑かった。暑かった。ですけど、田辺の方は、うん、会社におっしゃってましたけども、うん、魚とか、あれも美味しくて、いいとこだねって言ってね。そう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 私も和歌山の友達たくさんいらっしゃいましたね。いてますんでね。うんうんうん、で和歌山の方の皆さん、郷土愛の、深い方がね、結構多いんで、で、加藤町の、うん、湯浅の醤油のね、加藤町を熱してますし、何度も、まあ、そんなんなんでね、楽しみにして、きっとね、皆さん、和歌山の方の皆さんもね、うん楽しみにしておられると思います。うんうん、はい。ありがとうございます。
今日はこの辺で失礼いたします。さて今回いかがだったでしょうか。またね、皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。